今年度から採択していただきました菅野でございます。要旨書には非常に短い題なんですけども、ここに書いてある非常に長い、生物学的機能注釈を目指した高いスオーミクスデータの統合ということで、採択していただきました。まあ、こういう提案をさせていただいた、まあ、背景はもちろんこの次世代シークエンサーの発展がございます。それでもうここにいらっしゃるオーディエンスの方には、まあ、耳にタブだと思うんですけども、大量のデータが取れてる。でポイントはですね、普通はある研究の目的にデータを取るわけですけども、そのゲノムシークエンスデータと配列を含んだデータっていうのはですね、それだけで汲み取れ、終わっちゃわないで、まあ、いろんな角度からいろんな解析ができると。でこういう大量のシークエンスデータってのは実はなかったんですね。次世代シークエンサーの登場前はヒトゲノムシークエンスがほぼそれであってですね、それ以外は実はそのマイクロアレイデータにしても、あるポイントを見てあるために取るデータですから、まあ、ある意味目的に沿ったデータが取れてくる。ですので、まあ、配列データがたくさん出てくるっていうことをその統合してデータベース化するっていうことの意義っていうのはですね、二次利用、三次利用、四次利用、五次利用というようなその様々な利用ができるという点で、まあ、新しい状況かなと思っております。で実際こういう現場にいてやっておりますと、まあもう散々ケークなどを使わせていただいてるんですけども、アノテーション情報が非常にきつい。まあ、アノテーションっていうのは一度人間の意識を取って理解した上で出てくる概念ですが、まあ、本来ですとですね、そういう形なんですけども、もう次世代シークエンサーで大量のデータが出てきて人間が読んでいられない状況が出てるだろうと、まあそういうことで、まあ、ゲノムだけではなくてですね、エピゲノム、それからこうトランスクリプトームに関しても非常に細かいいろいろなデータが出てまして、これが全部シークエンス付きでですね、それでノンコーディング RNA の破片があったり、それからスプライシングのバリアントの破片があったり、エピジェネティックもですね、いろんなそこのミューテーションと同時にシークエンスが出てくるというようなことで、まあ、角度、さまざまな角度でその解析することによって、まあ、いろんなことができるわけですね。でその時に何かミューテーションが、まあこう例えばがんのゲノムを解析しますと、先ほど来分子標的薬のコンパニオン診断薬の話がありましたけども、まあ、こういうものが出てきます。でもこれ以外のものもいっぱいあるんですけども、まあ、それの意義はわからないと、まあ、こういうことでございまして、それで我々としてはですね、まあ、今言ったようなシークエンスベースのさまざまなデータを、まあ、ゲノムという一つの座標軸に従ってこう統合化してですね、ですからここで皆さんがお話ししているこうデータベース化の統合化みたいな、そういう非常にこう大きな話ではなくて、もうちょっとスペシフィックな統合をして、それでアノテーションになるベースになるようなところをまあ地道に作れないかと、まあ、実際こういうののニーズがですね非常に高いという、ノンコーディング RNA いっぱいシークエンス出てますけど、一体ノンコーディング RNA のスタートはどこなんだ、エンドはどこなんだっていうことをもう分からないと、で文献なんて調べても分からないと、ところがシークエンスデータ、トランスクリプトデータの中にそれが隠れてると、どうやってそれを見つけるのか、そういう場をですね、まあ、ある程度皆様に提供できればというふうに考えております。でまあ、採用していただいて作業を始めたばかりですのでですが、まあ、非常にプロトタイプに近いものを、まあ、ここ数ヶ月で公開しようというふうに考えております。で実際ですね、
まあ、いろんなデータは非常に日本はですね次世代シークエンサーのプロジェクトが立つの遅かったです。でようやく本格的なそのプロジェクトが始まったのはですね、もうプロジェクトといえる規模のものが始まっているのは、まあ、東北メガバンク、これが昨年から始まったのが、まあ、言ってみれば世界の次世代、ゲノムプロジェクトと肩を並べる規模のほぼ唯一のものでして、その前に ICGC ってがんのところでですね、イカ検討がんセンターがその肝がんをやってますけど、ワンプロジェクトで、ワンプロジェクトだけで ICGC に参加しているのはですね、もう本当に開発途上国レベルのものなんですけども、まあ、日本の現状はそういう感じなんですが、そうは言っても、まあ、地道に、いろんなゲノム支援班とかですね、そういうところで、まあ、データを個別に出しておりまして、まあ、こういったデータが、まあ、ようやく溜まってきつつあるのかなというふうに。ですので、まあ、タイミング的には今からこういうものを作ることができる状況、自前でですね、できる状況になってきていると思っています。で、まあ、我々の経験といいますと、こう変異を見ててもですね、パッセンジャーかドライバーか区別が困難とかですね、もうそのレギュラトリースニップについて圧倒的に情報不足とか、まあ、こういったことをですね、じゃあそのいわゆるエピジェネティックなデータをかませたらどうだ、トランスクリプトのデータをかませたらどうだ、こういうようなところを実際に体験しながらこういうものを提案させていただきました。で、もう非常に発想は単純でして、まあ、ゲノムの多系情報、エピゲノムの情報、そしてトランスクリプトームの情報で、トランスクリプトームは先ほど申し上げたように、そのシークエンスから得られる情報と、それから頻度ですね、そのこの遺伝子上がった下がったっていう、まあ、同時に出てきますし、そのスプライスバリアントがあるときにそれが変化するかとか、そういうようなことまで、まあ、情報学的に、マイニングすることができます。まあ、こういうようなところを、まあ、統合できるようなものをまずは作って提供して、それをその先ほどお話があったようなゲノムのバリエーションデータベースですね、徳永先生のデータベースとリンクさせたりですね、そういうことを、まあ、していきたいと。まあ、大竹理事が、データドリブンという話が出てましたけど、そのアノテーションというのは多くの場合文献をこう引っ張ってきて、やはり人間の精神を通らないとアノテーションという形になりませんから、まあ、知識を抽出するという形になるんですけども、まあ、ある意味ですね、こう大量のデータをある程度整理した形でお見せすることで、そのデータドリブンの、まあ、一つの何ですかね、場を提供できればと、まあ、思っております。で、まあ、こういろいろなものを、まあ、パスウェイマップとかですね、クロマチンとか、こういうのを全部使わせていただきまして、まあ、自分たちなりに少し使いやすいように統合していくと。で、データはほぼがんを中心にですね、まあ、ちょうどそこら辺は徳永先生のデータベースと補完的になりますので、まあ、データが不意に多く私どもが持っているがんを中心に、それで、そのミューテーションの意味というようなもの、それからそれの影響する、それがどういう影響を持っているかというようなことを調べていきたいと。まあ、こういったことのデータはですね、まあ、モデル系と言いますけども、そういうところでも、今、次世代シークエンサーベースでのデータが、得られつつありますので、まあ、こういうところともうまくリンクさせてですね、まあ、アノテーションのベースになればというふうに考えております。で、まあ、体制といたしましては、柏の周りでですね、新領域に鈴木先生がいて、
すぐ向かいのがんセンターの東病院土原先生がいて、それから柏の花駅のそばのオフィスに、河野先生がいて、で、そういうチームで、そのデータベース、それから、検索システムといいますか、実際はそのがん の全般のですね、その設計のところ、それからオントロジー R、 何でしたっけ、 DS かですか、ちょっと慣れないんですよ、機械で読みやすいように、するところを、この先生にやっていただくという格好で、私は全体の、何て言うんですか、お世話役という格好でございます。で、機械は基本的にそのイカ研のゲノムセンターのスーパーコンピュータシステムを使わせていただくという形で、多くのオミックスデータはこういうところからですね、実際に我々がその算性に関わっているものがまずは中心になりますけども、現在いろいろな東北メガバンクとかそういうところとお話をさせていただいて、一部は使わせていただくということになっております。で、現在考えておりますその機能としましては、テキスト検索ですね、それからこれはケグですけども、クリッカブルマップのそういうものとかですね、これはある会社のカタログをちょっと断って、使える形にさせていただきましたけども、こういうこと、それから、変異情報ですね、からこういうあたりはゲノムブラウザーは私どもが持ってますゲノムブラウザーを中心に作ったものを提供するという形で、それに比較ゲノムの情報も付け加える形でございます。で、具体的にはですね、長い間、この DBTSS という非常にスペシフィックな、これも転写開始地点のデータベースを作って運用しておりまして、これをですね、拡張する形で、とりあえずはこういうデータを作っていこうと考えております。で、ここでですね、転写開始地点がこうずっとありまして、それでこの各セルラインでどういうところからどれだけ出てるかと、でこれをブローアップしてみますと、その、転写開始点のマイクロヘテロジェネイティというようなものが見えてくる、こういうところが、私の、今までやってきたところなんですけども、これにですね、そのエピジェネティックのこういういろんなデータをこう足し合わせると、特にチップセックですとか、RNA セック全体のデータとか、それから、これは新、SNV ですね、とあとはそのデータベースから取ってきた G モデルと、こういうようなデータを見ることによって、このがん細胞の中でどういうステータスにこの遺伝子があるかということが、ある程度推測できるという格好ですね。それから、これはいろいろな、そのプロジェクトのデータをここで、統合させて今いただいておりまして、そこのその、自分のところでこのミューテーションが見つかったときにですね、ケグではどういうふうになっているかとか、 ICGC ではどうなっているかとか、 TCGA ではどこにあるかとか、がんの時に、どういうふうなことが このミューテーションに知られているかというようなこともクリッカプルでできるというような、こういう、かなりがんによっておりますけども、
まあ、こういうデータベースをですね、近々に皆様に、お示しできればと思っております。で、まあ、次世代シークエンサー、非常に華やかにデータが進んでおります。データ算成が進んでおりますけど、まあ、正直申し上げますと、やっぱり対象となる疾患はがんとですね、それで遺伝病が多いんですね。で、まあ、コモンディジーズを、エクソームシークエンスで2000例やるというような無謀なことをやっているグループも海外ではいるんですけども、まあ、申し訳ないんですけど、スタディデザインが GBAS と同じだと結果として見つかってくるものも GBAS と同じになると、まあ、そういうところがありまして、でまだまだその次世代シークエンサーの強みを生かしたいわゆるコモンディジーズをアタックするそのスタディデザインっていうのが結果を出してない。多分もう少し家計を重視したですね、そういうスタディデザインをした、もうサンプル収集から全く別にやると、東北メガバンクは3世代という形でやられてるの、あれはまあ、ある意味先見性があるかなと思ってるんですけど、逆に言うと3世代集めるのはものすごく大変で、まあ、サンプルを集めシークエンスするよりもはるかにサンプルを集める方が大変だと、まあ、これはある意味世界でですね、共通した問題じゃないかと思ってますので、まあ、やはり主戦場はがんと遺伝病難病といったところが、しばらくは主戦場かなと思っておりますので、まあ、こういう形で作らせていただいております。まあ、こういうものもですね、一通り作って、まあ、がんのミュータントがどこら辺がおかしいのかっていうのがパッと見えるようにしてあります。まあ、ここからさらには経具等に飛んでいただくという形でその知識が得られるということになっております。で、まあ、こういう形で、まあ、我々がやろうとしているのは、まあ、言ってみればデータの方々あるいは研究者の方々のその機能を補完するようなデータをですね、わざわざ自分で一つ一つ調べなくても、まあ、ざっと見るとこういうことかというのが分かるようなものを作って、それで提供させていただければと思っております。で、まあ、将来はですね、こういう輪を広げてですね、さらに徳永先生のああいうデータなどとも緊密な連携を取ってですね、こう総疾患ゲノム統合 DB という形で、まあ、ワンストップでいろんなことができる形になればというふうに感じております。どうもありがとうございました。